こんにちは、七色の扉です。今回はセリアとダイソーの購入品をご紹介します。最初にご紹介するのはダイソー新商品のミニフェイスタオルです。星のデザインがとっても可愛いです。通常のパイル地のタオルと違って、こちらはしっかりとしたガーゼの生地って感じです。生地の素材は綿 100% です。サイズは約 25cm×50cm で、幅も長さもフェイスタオルの3分の2ほどの大きさとなっています。正方形に折りたたむとタオル地のハンカチくらいのサイズとなり、持ち運びにも便利です。それでいてタオル地のハンカチよりも面積が広いので、汗を拭くのにもちょうど良いサイズです。表はグレーの生地にホワイトの星と星がかたどられたデザインですが、裏側はその逆のカラーとなっています。カラーは他にもイエロー×ホワイトとブルー×ホワイトがありました。家で使うよりどちらかというと外出時に役立ちそうなミニフェイスタオルです。次にご紹介するのは、離れたところからスマホ撮影ができる Bluetooth リモートシャッターです。こちらは iPhone、Android に対応しています。新商品ではありませんが、前々回くらいに500円商品のスマホ用三脚4段を紹介しましたので、後から買い足したものです。コイン電池が1個必要ですが、テスト用の電池があらかじめ入っています。使い方は箱に記載されています。シャッターボタンが2つありますが、大きい方が iOS 用で、小さい方が Android 用です。通信距離は10メートルとなっています。サイズは 48mm×30mm×10mm と、握れば手の中に収まるくらいのサイズです。自撮り棒がなくてもスマホで簡単に撮影ができる Bluetooth リモートシャッターです。次にご紹介するのは、ダイソーコスメで今注目の新商品のマットリップです。可愛いデザインで持ち歩きに便利なサイズとなっています。一度試しに使ってみました。塗っている時は薄付きのしっとりとした感じで光沢もありましたが、時間の経過とともにマットな質感に変わりました。マット特有の縦シワは気にならない程度です。カラーはブライトコーラルの他に、ローズマダー、ミルクピンク、スカーレット、ワインレッドの5種類がありました。100円コスメとは思えないクオリティのマットリップです。次にご紹介するのは、セリア新商品の液体専用ストッカーです。醤油などの液体類に適したストッカーです。ワンタッチ式の蓋付きなので、片手で簡単に開閉ができて便利で衛生的です。蓋の内側には透明のシリコンゴムが付いていますので、傾けても本体と蓋の隙間から漏れないようになっています。本体の素材はペットボトルと同じプラスチック素材で、やや固めのものです。容量は約 145ml ですので、卓上用や調理時に味付けをするのに使えます。ちょっと変わった形状ですが、片手で楽に使える液体専用ストッカーです。次にご紹介するのはボディタオルハンガーです。
浴室のタオルバーにかけるタイプのハンガーです。このようなイメージでスペースを有効活用させるためのグッズです。フックの部分は回転式となっているので向きを調節できます。またタオルが滑り落ちないよう滑り止めもついています。こちらは直径約 23mm までのタオルバーに使用できます。サイズは約 18cm×12.5cm となっています。タオルバーをすっきり整えるボディタオルハンガーです。次にご紹介するのはバブルポンプです。泡の出るタイプのポンプとなっていますので、洗剤を水で薄める必要があります。希釈した洗剤は腐敗しやすくなりますので約1ヶ月が目安です。説明書には目詰まりした時の対処法なども記載されています。容器の容量は 300ml です。カラーはホワイト×ブラックの他に、ボトル、ポンプともにホワイトやともにクリアがありました。クリーミーフォームが作られるバブルポンプです。次にご紹介するのはダイソーで販売されている吊り下げお薬屋さんカプセルラムネです。どこかで見たことのある薬のパッケージをパロディ化したものです。10連の吊り下げですが、デザインは12種類あります。興味のある方のために一つずつお見せします。中身はカプセルの形状で筒以上となったラムネが3つ入っています。昭和を感じさせるレトロなパッケージのカプセルラムネです。次にご紹介するのは生キャラメルで知られている北海道花畑牧場のモチップスです。こちらの2種類が販売されていて、一つは生キャラメル、もう一つは北海道ミルクチョコレートです。染み込みリッチ製法という花畑牧場のこだわり製法で、素材に滑らかで口どけの良いチョコレートを贅沢に染み込ませたものです。内容量は 18g ですので、チッパーを活用することなくすぐになくなってしまいます。素材はおかきなのですが、チョコが染み込んでいてもサクサク感はしっかり残っています。味はおかきとチョコの両方を一度に楽しめます。ちょっと上品な新食感のチョコレート菓子です。次にご紹介するのはベビースターぐるぐるもんじゃソース味です。コンビニやスーパーでも販売されているそうですが、最近ダイソーで初めて見かけたので購入してみました。お湯を注いで食べられる即席カップ麺ですが、水でも OK だそうです。作り方はカップに麺とスープを入れ、カップの下の線までお湯を注ぎます。スプーンで15秒以上ぐるぐるかき混ぜ、最後にふりかけをかけて出来上がりです。カロリーは 173kcal となっています。甘めの濃厚なソース味で、ふりかけの青さや紅生姜チップがもんじゃ感をアピールしています。子供も大人も楽しめるベビースターぐるぐるもんじゃです。
以上が今回ダイソーとセリアで購入した9点です。今回ご紹介したグッズが一つでも皆様のお買い物の参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。